雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話の第2版に、スペシャルサンクスリストに載せられるという期限がですね、今日の夕方6時でございます。ご希望の方、ぜひよろしくお願いします。現時点でですね、なんと何人だと思いますか？何人ぐらいいると思います？例えば50人、100人、200人といたらすごいなと思いますよね。すでに300人を超える方が、いらっしゃるようです。まだね、正確に確認が、やり取りを荒研がずっとしてるところで、正確な確認ができて数字が決まったわけじゃないみたいですけど、僕も見てびっくりしました。何人実際のとこ今いるのっつって、人数だけはちょっと教えてもらったんですけど、いやー、すごい、何百人というふうには聞いてたんですけど、ちょっと考えられない数字だったんで、いや、ありがとうございます。ぜひね、名前を載せたっていうだけじゃなくて、この本を広げるたびにね、ずっと続けて、これからも続けてですね、参加して一緒にね、本当にね、広げられる人でいいので、1冊でも2冊でもいいので、そうですね、何かしらのアクションをね、これからもお願いできればなと思います。で、今日はですね、実は本がないんですよ。なぜかというと、手持ちにあったものをですね、今日は小学校の先生にあげてしまったんですよ。プレゼントしてしまう。子供のね、読み聞かせ、絵本読み聞かせっていうのがね、あるんですけど、それでたまたま学校行ったんで、もう手元にあったものをそのままプレゼントしてしまいました。で、ないんですけど。あとね、本当何としてもあげたい人は何人かいるんですけど、そうですね、あともやっぱり5人ぐらいはいらっしゃるかな、直接あげたい人。もちろんね、本当は僕の手元にはあるんですけど、今職場のジャムスティックで、なんていうんですかね、回して見てもらってるんですよね。研究者の皆さんも絶対欲しいと思うようなレベルの高い本なので、見てもらってて、で、そうですね、僕の周りは結構その、なんていうんですかね、本には載ってないところが専門の人が多くてですね、雲をつかもうとしている話っていうのは結構、日本の身近な気象が中心だと思うんですけど、僕らは熱帯とか遠い海の、気象気候が、例えばエルニーニョみたいに日本までどうやって影響を与えるのかとか、そういうことをやってる人が結構いてですね、ダイレクトに関わってる研究と直接結びついてるっていう人は少ないんですけど、それでもね、すごい関心高いですね。それはやっぱり研究者であっても、結構なんていうんですかね、そこ詳しくなかったみたいなことってたくさんあるんですよ。だから玄人にとってもあのキャラクターがありがたいみたいな声もありますし、だからつってですね、なんていうか、ごまかしてふわっとしたキャラクターだったら全然意味ないと思うんですけど、研究者にとっては。そうじゃないんですよね。すごい本質をついてるっていう、反応ですね。だから、そんなのをちょっと聞きながら、僕はね、いずれその研究者一人一冊っていうのがですね、将来的には当たり前のように一冊ぐらいは書いていると。で、みんな一冊分のその思いが研究者やってるとあるんで、それぐらいの世界になっていくのがいいかなと思ってたりするんで、
まあ、アラケンがそのあれをわずか半年とか1年以内でこれだけのものを作ったっていうのがですね、まあ、一つのなんか研究者にとっても、まあいろんな意味で、いいインパクトになるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。まあ、だから研究を変えるっていう力もありますし、で研究業界を変えるにはやっぱりその研究を支えてるあの、まあ、一般国民って言ったらなんかふわっとしすぎですけど、研究者じゃない人たち の, あの理解っていうか、あの、まあ、そういうところは本当にやっぱり楽しいし必要だし、みんなでやりたいねと思えるあの土壌になっていくと思うんですよね。なんであのそれぞれあの進められるところに広げられるところに、できれば直接プレゼントしてあげられる人がいれば、そう思える人がいれば直接プレゼントしてあげるということでですね、あのまずは300名以上 の, あのスペシャルサンクスリストに乗る予定の皆様ありがとうございます。そしてあの今日の6時までですので、ね、あの引き続きよろしくお願いします。それではまた明日。